国木田のっぽ作子供の悲しみ。僕は8つの時から15の時まで叔父の家で育ったので、その頃僕の父母は東京におられたのである。叔父の家はその土地の豪華で、山林田畑をたくさん持って、家に使う男女も常に7、8人いたのである。僕は僕の子供の時代を田舎で過ごさせてくれた父母の好意を感謝せざるを得ない。もし僕が8つの時父母と共に東京に出ていたならば、僕の今日はよほど違っていただろうと思う。少なくとも僕の知恵は今よりも進んでいた代わりに、僕の心はワーズワース一巻より講演にして精神なる思想を受容し得ることができなかっただろうと信ずる。僕は野山を駆け暮らして、我が幸福なる7年を送った。叔父の家は丘のふもとにあり、近郊には樹林多く、川あり泉あり池あり、そしてほど遠からぬところに瀬戸内内海の入り江がある。山にも野にも林にも谷にも海にも川にも、僕は不自由をしなかったのである。ところが12の時と記憶する、徳次郎という下男がある日僕に、今夜面白いところに連れて行くが床ぬかと誘うた。どこだと僕は尋ねた。どこだと聞かしゃるな、どこでもええじゃござんせんか。徳の連れて行くところに面白ないところはない、と徳次郎は微笑を帯びていった。この徳次郎という男はその頃25歳くらい、屈強な若者で、叔父の家には11、2の年から使われているみなしごである。色の浅黒い輪郭の正しい立派な男、酒を飲めば必ず歌う、飲まざるもまた歌いながら働くという至極元気のよい男であった。いつも楽しそうに見えるばかりか、心ばせも至って正しいので、みなしごには珍しいと、おじをはじめ土地の者皆に感心せられていたのである。しかしおじさんにもおばさんにも内緒ですよ、と言って徳次郎は歌いながら裏山に登ってしまった。頃は夏のさなか、月影さやかなる夜であった。僕は徳次郎の後について田んぼに入れ、稲の肩かきあぜ道を走って川の堤に出た。堤の上はそよ吹く風あれど、川面はさざ波だに立たず、澄み渡る大空の影を映して水の面は鏡のよう。徳次郎は堤を降り、橋の下につないである小舟のもやいを解いてひらりと乗ると、今まで静まり返っていた水面がにわかに波紋を起こす。徳次郎は、坊様、早く早くと僕を促しながら炉を立てた。僕の飛び乗るが早いか、小舟は入り江の方へと下り始めた。入り江に近づくにつれて川幅次第に広く、月は川面にその成功を浸し、左右の堤は次第に遠ざかり、帰り見れば川上はすでにもやに隠れて、船はいつしか入り江に入っているのである。船の進むにつれて、この小さな港の声が次第に聞こえ出した。僕は今この港の光景を詳しく説くことはできないが、その夜僕の目に映って、今日なおありありと思い浮かべることのできるだけを言うと、夏の夜の月明らかな晩であるから、船の者は甲板に入れ
家の者は外に出、海に望む窓はことごとく開かれ、灯火は風にそよげども、水面は油のごとく。笛を吹く者あり、歌う者あり、三味線の音につれて笑いどよめく声は、水に望める蒸籠より起こるなど、いかにも楽しそうな華やかなありさまであったことで、しかし同時にこの華やかな一服の数を包むところの赤涼たる月食山影水光を忘れることができないのである。お前船の暗い影の下をくぐり、徳次郎は船を薄暗い石段のもとにつけた。お上がりなさいと徳は僕を促した。包みの下でお乗りなさいと言ったぎり、彼は集中僕に一語を交えなかったから、僕は何のために徳次郎がここに自分を伴ったのか少しもわからない。しかし言うままに船を出た。もやいをつなぐや徳次郎も続いて石段に上がり、先に立ってずんずん登ってゆく。その後から僕も無言でついて登った。石段はその幅半弦より狭く、両側は高い壁である。石段を登り詰めると、ある家の中庭らしいところへ出た。四方板塀で囲まれ、隅に用水桶が置いてある。板塀の一方は、みこしに夏みかんの木らしく、暗く茂ったのがその頂を出している。月の光はくっきりと地に記して、せきとし、人の気配もない。徳次郎はちょっと立ち止まって聞き耳を立てたようであったが、つかつかと右なる方の板塀に近づいて向こうへ押すと、ここはくぐりになっていて黒い戸が音もなく開いた。見ると戸にすぐ接してはしご段がある。戸が開くと同時に足音静かにはしご段を降りてきて、徳さんかい？と顔をのぞいたのは若い女であった。待ったかね？と徳次郎は女に言って、さらに僕の方を顧み、坊様を連れてきたよ、と言い出した。坊様、お上がんなさいな。早くお前様上がってください。ここでぐずぐずしているといけないから。と女は徳次郎を促したので、徳次郎は早くもはしご段を登り始め、坊様、苦労ございますよ、と言ったぎり、女と共に登ってしまったから、僕も仕方なしにその後について、暗い、狭い、急なはしご段を登った。なんぞ知らんこの家は、蒸籠の一つで、今女に導かれて入った座敷は、海に臨んだ一間、手すりによれば、校内はもちろん入り江の奥、野の末、さては西なる海の果てまでも見渡されるのである。しかし座敷は六畳敷きの、畳も古び、見るからしてあまり立派な部屋ではなかった。坊様、さあここへいらっしゃい。と女は言って座布団を手すりの下に運び、夏代々その他の果物、菓子などを僕に勧めた。そして次の間を開けると、酒、魚の用意がしてある。それを運び込んで、女と徳次郎は差し向かいに座った。徳次郎は普段にない難しい顔をしていたが、女の差す杯を受けて、一息に飲み干し、いよいよ、いつと決まった？と女の顔をじっと見ながら尋ねた。女は十九か二十歳の年頃、色青ざめてさも力投げさる様は病人ではないかと僕の疑ったくらい。明日、明後日、矢の明後日、
と女は指を折って、矢のあさってに決まったの。しかしね、私は今になってまた気が迷ってきたのよ。と言いつつ首を垂れていたが、そっと袖で目を拭った様子。その間に徳次郎は手酌で酒をぐいぐい煽っていた。今さらどうと言って仕方がないじゃないか。それはそうだけれど、考えてみると死んだ方がなんぼましだか知れないと思って。あはは、坊様、この姉さんが死ぬと言いますがどうしましょうか。おいおい、約束の坊様を連れてきたのだ。よく見てくれないか。さっきから見ているのよ。なるほど、よく似ていると思って感心しているのよ。と女は言って笑みを含んでじっと僕の顔を見ている。誰に似ているのだ？と僕は驚いて尋ねた。私の弟にですよ。坊様を弟に似ているなどともったいないことだけれど、そらこれをご覧なさい。と女は帯の間から一枚の写真を出して僕に見せた。坊様、この姉さんがその写真を特に見せましたから、これはうちの坊様と少しも変わらんと言いましたら、ぜひ連れてきてくれと頼みますから、今夜坊様を連れてきたのだからたくさんご馳走をしてもらわんといけませんぞ。と徳次郎は言いつつも止めどなく飲んでいる。女は僕にすり寄って、さあ何でもご馳走しますとも、坊様何が用ございますか。と女は優しく言ってにっこり笑った。何にもいらない、と僕は言って横を向いた。それじゃあ船へ乗りましょう。私と船へ乗りましょう。そうしましょう。と言って先に立って出て行くから、僕も言うままに女の後についてはしご段を降りた。徳次郎はただ笑って見ているばかり。先の石段を降りるや、若き女はまず僕を乗らして、あともやいを解いてひらりと飛び乗り、さも軽々と牢を操り出した。子供ながらも僕はこの女の振る舞いに驚いた。岸を離れて見上げると、徳次郎は手すりによって見下ろしていた。そしてうちよりは明かりがさし、外よりは月の光を受けて彼の姿がはっきりと見える。気をつけないと危ないぞ、と徳次郎は上から言った。大丈夫、と女は下から答えて、すぐ帰るから待っていておくれ。船はしばらく大船小船六七艘の間を縫って進んでいたが、間もなく広々とした沖合に出た。月はますます冴えて秋の夜かと思われるばかり。女は小手をとどめて僕の傍らに座った。そして月を仰ぎ、また辺りを見回しながら、坊様、あなたはおいくつ？と尋ねた。12。私の弟の写真も12の時のですよ。今は16。そうだ、16だけれど、12の時に別れたぎり会わないのだから、今でも坊様と同じような気がするのですよ。と言って僕の顔をじっと見ていたが、たちまち涙ぐんだ。月の光を受けてその顔はなおさら青ざめて見えた。死んだの？いいえ、死んだのならかえって諦めがつきますが、別れたぎり
どうなったのか生き方が知れないのですよ。二親に早く死に別れて、たった二人の兄弟ですから、互いに力にしていたのが、今では別れ別れになって、生き死にさえわからんようになりました。それに私も近いうち、朝鮮に連れて行かれるのだから、もうこの世で会うことができるかできないかわかりません。と言って、涙が頬を伝うて流れるのを拭きもしないで僕の顔を見たまますすり泣きに泣いた。僕は陸の方を見ながら黙ってこの話を聞いていた。家々の灯火は水に映ってキラキラと揺らいでいる。炉の音を緩やかにきしらせながら大船の天馬をこいでゆく男は澄んだ声で船歌を流す。僕はこの時子供心にも言い知れぬ悲しみを感じた。たちまち小舟を飛ばして近づいてきたものがある。徳次郎であった。酒を持ってきたと徳は大声で二三軒先から言った。嬉しいのね、今坊様に弟のことを話して泣いていたのと女の言ううち、徳次郎の小舟は傍らに来た。あはは、大方そんなことだろうと酒を持ってきたのだ。飲みな飲みな、わしが歌ってやると徳次郎は常に酔っているらしい。女は徳次郎の渡した大コップになみなみと酒をついで息もつかずに飲んだ。もう一つと今度は徳次郎がついでやったのを女はまたもや一息に飲み干して月に向かって手記をほっと吐いた。さあそれでよい、これからわしが歌って聞かせる。いいえ徳さん、私は思い切って泣きたい。ここなら誰も見ていないし聞こえもしないから泣かしてくださいな。思い切って泣かしてくださいな。そんなら泣きな。坊様と二人で聞くから。と徳次郎は僕を見て笑った。女は突っ伏して大泣きに泣いた。さすがに声は立てないから背を波打たして苦しそうであった。徳次郎は急に真面目な顔をしてこのありさまを見ていたが、たちまち顔を背け山の方を見て黙っている。僕はしばらくして、徳、もう帰ろうと言うや、女は急に頭を上げて、ごめんなさいよ。本当に坊様は私の泣くのを見ていてもつまりません。私、坊様が来てくださったので、弟に会ったような気がいたしました。坊様もお達者で、早く大きくなって偉い方になるのですよ。徳さん、本当にあまり遅くなるとおうちに悪いから、早く坊様を連れてお帰りよ。私は今泣いたので、昨日からくさくさしていた胸がすいたようだ。女は僕らの船を送って三四丁も来たが、徳次郎に叱られて小手を止めた。そのうちに二艘の小舟はだんだん遠ざかった。船の別れんとするとき、女は僕に向かって、いつまでも私のことを忘れんでいてくださいましな、と繰り返していた。その後17年の今日まで、
僕はこの夜の光景をはっきりと覚えていて、忘れようとしても忘れることができないのである。今もなお哀れな女の顔が目の先にちらつく。そしてその夜、薄い霞のように僕の心を包んだ一片の悲しみは、年とともに濃くなって、今はただその時の僕の心持ちを思い起こしてさえ、耐え難い深い静かなやるせのない悲しみを覚えるのである。その後、徳次郎は僕の叔父の世話で立派な百姓になり、今では二人の子の父親になっている。流れの女は朝鮮に流れ渡って後、さらにいずこの果てに漂白して、その儚い生涯を送っているやら、それともすでにこの世を辞して、むしろ静粛なる死の国に赴いたことやら、僕は無論知らないし、徳次郎も知らんらしい。